えー、父と妹が医者で長男の自分は受験失敗してフラン卒年収400万です妹と義理の弟が委員を継ぎましたコンプレックスと格差悩んでいます兄弟格差についてどう考えますかまあ良かったんじゃないですか妹と義理の弟が有能で あの、残念ながら AS さんは無能だったんですよ。ただ、全員無能だと、あの、病院継げないので、超困るじゃないですか。ところが、優秀な妹と義理の弟が継いでくれたので、あの、一族としてはお金持ちが継続できましたと。ばあ、よかったよかった、ということで、あの、なんか、背びればいいんじゃないですか。結局、その、長男なので、あの、遺産相続の権利はあるので、委員がうまく回って、じゃあ、その委員を妹が継ぎたいって言ったとしても、一応そこで権利は発生するじゃないですか。 なのでその、委員で上がる売り上げの半分ぐらいは俺取る権利あるよねっていうので、毎月毎月ちょっとお小遣いもらうみたいな感じで、あの、妹のすねをかじってください。